どうもです。すいません、もう本当に船の行き来もなく、ドン・キホーテの字も逆さまにきっちり見える道頓堀川に来ました。もうさっきからもう絵的に変わってないな。でもまあね、こんな道頓堀川ね、もう回ってないし、あれも回ってるやん。嘘ついてもた。どうもです。皆さんどうもです。戦隊もろもなのみたい。いやでもまあ臭いってね、あのジャスミンさん、確かにね、そうだと思いますよ。そうだと思うんですけどね、僕にとってはですよ、バンコクに住んでるんで、もしこれぐらい級の運河があったら、もうほんまに単に下水処理場がこんだけ広がってるいうぐらいの匂いなんで、で飯の後にそんなこと言うのやめよう。しかもブラックラーメンやめとこう。あ、スーさんもどうもこんばんは。動いてましたね。すごい格好悪かった。いや、バンコクは臭いし、ここもまあね、まあそれね、いい匂いせえんですしね、やっぱりね。あ、スーさんどうもコンティニューコインありがとうございます。ブラックはそう、この川のね、そうなんですよ、これがブラックなんですよ。ブラックラーメンの元もこっからすくい取ってきてて、もうその話そっから持っていくのやめよう、やっぱり。いやでも思いのほかほんまにうまいラーメンやった。ちょっと聞こえてたかどうか分からない。あ、ヒラリンさんもすいません、コンディコインありがとうございます。あんまり喋られんかったからもう一回紹介するんですけども、あそこね、あの上にかかってる醤油の、あの焦がし醤油みたいなの滑りに行かないっすよ。もうというか、もう何回も言ってるように俺が滑ってますから、ほんまに川の水飲んだらね、結構いけるらしいですよ。これをね煮込んで、でまあ24時間煮詰めるとね、お賽銭投げたのに、いやありがとうございます。でもね、滑りに行って だから、まあ、別のとこで滑りますよ、うえーって。まあね、まあでもね、これは真面目な話、この道頓堀川のこの感じをほんまに24時間煮詰めたぐらいがバンコクの運河ですよ。ほんまにむちゃくちゃですからね、絶対結膜炎にかかるし、あそこは美容液こうすいません。美容液、せっかくの美容液が、あ、っていうかね、そう、美容液で思い出した。俺ね、聞いたのはね、なんかね、ハトムギ化粧水やったっけな、かなんかいうのが安いし、うわ、また来た。一応、お見せしておきます、もんじゃ焼き。バンコク強いですよ。ターデンですよ。ターデン、目が赤いですけど、もう絶対結膜炎になりますからね。あのね、ハトムギ美容液やったからな、ちょっと忘れたっていうのが俺ええって聞いたんですよ。俺ね、今ね、まあそんなお見せしたくないのでもうお見せしないんですけどね、あの足があれなんですよ、めっちゃ痒いんですよ。ハトムギ化粧水流行ってたんや、流行りが終わったんかな。ハトムギ玄米って、それあれでしょ、それ創建みちゃやん、総研美茶物みたいになってきたな。なんかあのラーメンの後に総研美茶すごい合いそうや。あのね、足がのね、すっごい痒いんですよ、乾燥して。
で特に靴下がね当たってるとこがねもう痒くて、あの書いたらあかんと思って叩いたりしてごまかしてたんですけども、あのもうねすでにあのなんやあのタオルでちょっと結構強くナイロンタオルで強く知らんうちに擦ってるんでしょうね、僕気持ちよかったんでしょうね。でそれで、あ、ジョマンさん、そう、ケンビチャで締めてくれた。そう決めてきた。そう、ケンビチャ。なかなかコードやな、それ。そういうかゆみなら、売れ。パールプラスローションがいいんですか。相当ひどい乾燥でしょう。そうなんですよ、あのね細かい毛がだらけになってるんですよ今で、かさぶた、細かいかさぶたがね山ほどできてるんですよ。だからちょっとこれなんとかしたいなと思って、で一応ねもうパッとあの、まあ、母親の化粧水とかもね高そうやからそう使われへんし、でニベアがねあんまり効かないんですよ。で俺あのメンソレータムがとにかくすぐパッと手に届くとこにあって、ドランクドラゴンの、あそうなんや、寝てたんやそこは。ちょっと待ってよ、パールプラスローションはちょっとこれ米またスクショしとかないか。あ、乾燥してんのはね、だから僕バンコクから来てで沖縄経由で来たんですけど、あのそれがこう結構湿度があるとこでずっと住んでるんで、暑いとことかで住んでて、で沖縄では何もなかったんですよ。でも大阪来てから寒い日続いたでしょう、しばらくあそこでドーンと やられて、俺今日だけでドーンって言って一回何回言うてんねん。乾燥によるかゆみとか繊維刺激のかゆみ、あ、うん、そうやよね、繊維刺激もあるよね絶対。製薬会社が作ったローションない、あ、製薬会社がそれ頼りになる絶対。あ、ワセリンもね、あ、そうか、ワセリンもいいんか、そういうのもありえる、確かに確かに確かに。家にワセリンとかないかな。あ、多目的に使えるし、あ、なるほどなるほど、ローションに詳しそうだけど、そうっていうかみんなさんは基本あの何でも強そうやからな、ほんまに。ユースキンって何やろ、ユースキンってあなたの肌とは違うよねそれ訳しただけやな。ワセリン唇に塗ってリップケア、そんなしてええの。どうも南翔です、ドーン。あ、ユースキンも評価高い、ね、あ、そうなんですか、ユースキン。ワセリンは唇も OK。 あ、そうか、ボクサーも塗ってるな、そういやワセリン唇に。そうか、そういうことか。そういうことや、ね、お、駅売店が見えた。ワセリンな、そうやな。あそこで双剣美茶買おう。納得の内容のベクトル、ほんまに。そうなん、綾鷹か、綾鷹は夜寝られんよ。あ、双剣美茶あった。どこで払うの？あ、ここか。はい。ああ、じゃあもらいます。あ、レストランです。
総顕微茶来ましたよ。総顕微茶。いや総顕微茶がいつでも。どうしたの、どうしたの。あ、違うのか。なんかしんどいんかなと思って。女の人倒れてるの。俺の周りでね、なんか人バタバタよう倒れるんですよ。ちょっと上行ってんのも。総顕微茶ね、ものすごいタイで販売してほしいんですよね。これナンバーワンリクエストなんやけどな。17茶はちょっとね、17茶はマシなんですけど、ね、やっぱりね、なんかカフェインかなんかちょっとね、寝れん時もあります。不純物除去のワセリンが良き。あ、そうか、ワセリンにも混ぜ物がってことか。あ、僕は年上ですよ。僕はもうそんなジャスミンミンさんのそんなもん、あの100倍ぐらい年上ですからね。僕もうあれですよ、赤ちゃんと仙人みたいな感じですよ。いや、ほんまバタバタ倒れるんですよ、ほんまに。あの、だいたいね、倒れた人は見えんことがね、少ないよ、俺。3年前やったんかな、俺ものすごい荷物抱えて、あの、タイ買えるから、あの、今年はね、結構荷物も減らしていくことにしてんねんけど、ものすごい荷物抱えてタイ買えろっていう時に、荷物めちゃめちゃ持ってんのにね、荷物めちゃめちゃ持ってんのに、その時に限って、なんか目のすぐ目の前で、ほんまに3メーターぐらい、3メーターちょっと言い過ぎかな、5メーターぐらいのところでバターン倒れた人がおって、もう声かけへんわけにいかへんし、あの、本当は16茶、本当は16茶、17茶って違うんか。100倍ですよ、どんな気やねんて。いや、あ、いや、と、倒れるのはね、でもほんま倒れるんですよ。で、で、その人にね、もう大丈夫ですか言うしかないじゃないですか。若い女の子やったんやけど、なんかちょっとコスプレっぽい格好してて、ちょっと変わった感じやったんやけど、大丈夫ですか言うしかないから、大丈夫ですか言うたんですよ。ほんだら、大丈夫です言うんやけど、またね、もう4、5歩行ったら倒れてるんですよ。もうめっちゃ真っ青やし。で、これあかんわ、思って。誰か呼びましょう、言うて。そしたら、いや、ほんまにいけるんです、言うて。もう大丈夫です、大丈夫です。まあ、なんかこう、そっとしといてくださいって言うたんかどうか、ちょっとそこまで覚えてないけど、そんな感じの雰囲気あったりとかね、なんか多いんですよ、僕、ほんまに、そういうの。俺はね、新スポに行く人間と違うんですよね。あの、レスキューに行かないか人間やね、俺、大体がね。何よるかって、ほんまですよ、ほんまです、もう、生き千人言われてますからね。また霊障が、そこで霊障来ましたか。俺のフェロモンでやったらすごいな、販売できません。あ、倒れたのかと思いました。あ、俺がね、いや、俺が倒れたんじゃないですよ。17茶ってなんか一個増えてる、それ怖いやん、かえって。それが霊的な茶ですよ。あと一個はなんやねんみたいな。あ、フェス帰りか。あ、なるほど。だからコスプレっぽかったんか。あ、なるほど、なるほど、なるほど。あ、で、脱水症状とかやったんかな。あ、それあり得る。あ、鋭い、ジャスミンミミさん。それ鋭い。それかな。それ全然大丈夫じゃないんですよ。全然大丈夫じゃない。あんな青い顔してたら、あんなんだって、ほんまに、かなり飲みすぎたか。でもね、そう、若い子やし、飲んでる感じじゃないし。ブラック、ここでもブラック、ここでもね。もしかして私、ジャスミミンさんやっちゃったんですか。ジャスミミンさんやっちゃったんですか、多分。フェス帰りにやったのは、実はこれ、
実話やったんや。じゃあ噂の真相や、実話やったんやそれな。まあ、ちなみにこう大阪難波駅です。何にも珍しいないけど、あの近鉄と阪神の交わってる大阪難波駅です。だからなんや言われても何とも言われんけど、大阪難波駅です。なんかちょっとタバコ吸いたいけど、ここ吸うたらあかんよな。コスプレのウエスト細く締めすぎて、締めすぎてね。あ、これなんて書いてある。あ、やっぱり路上で吸うたらあかん地域や。あ、喫煙所って書いてある。どこ？あ、ゴールデンボンバー、ゴールデンボンバー手品師のおったとこや。あの辺りや。え、違うんや。え、実話とは違うの？実話とは違うの？まあでも変なおっさんに助けられたりしてないもんね。だからなんや、だからなんやか、だからなんやなんかどっちなんやろ。それ気になって今日も眠れん。言うて言う漫才やでたん誰やったかな。あ、それも古い漫才やな。なんや、誰やったっけ。俺その漫才だいぶ昔に見たぞ。もうすぐ子供の頃に見た。あ、そういう格好ね。え、あ、知らん。気になって気になって、あ、夜しか眠れなかったいうやつちゃうな。何やったかなそれは。あ、でもそうかもしれんな。夜しか眠れんかったかもしれんな。いやでも違ったような気もするな。なんかちょっとそこちょっといまいち、いまいち覚えて。あ、よう考えたあれやん、そんなとこ行かんねん。これここで吸うたらあかんけど、一歩一歩入ったらええんやろここ。あ、おつらい向きにめっちゃ椅子みたいになってるやん。ラッキー。気になって10時間しか眠れなかった。それも面白いな。っていうか皆さんの言ってるやつはどれも全部面白いな。それでもこの配信画面が面白ないな。全然面白ないなこれ。だってそう、え、誰、うるせえやつらのラムちゃんに見えてくるの。そのあれが、あ、なんとかっちゃやからや。そうや。あ、でうっちゃ可愛いな。あ、わかったわかった。え、でもなんとかっちゃって、え、奈良でそういうんか。そうか、え、なんとかよう言われます。私の地元の方言なんや。え、そうか、奈良市はそういう風に言ってたっけ。そうか、へえー、それはそれはあれやね、だいぶ男コロッと行くよねそれね。大阪人が面白さで負けている。ああ、そうやな。それちょっと反省会やな今日。反省会や。こんなな、向こうにも丸いとか見えてるしな。大阪人のな、保険がな、泣いてるねな。これちょっと反省会や。あ、奈良の生まれとちゃうんですか、なんとかちゃは。あ、地元言ってたもんね。あ、そうかそうか、奈良、今奈良に住まれてるけど地元は別なんですねっていうのは聞いていいんですか。どちらからか聞いていいんですかね。ちゃうのですよね、ちゃうのですよね。
ちなみに俺はもともと大阪人やったんですけども、もうかなりタイ人になってしまってます。出身大阪なんですけどね。あ、奈良の大学なんですか。あー、そういうことなんですね。あー、そういうことか。奈良は落ち着いてるから良くないですか。まあ夜早いけどな、でも奈良はもう持ち井戸の通りとかね、まあ、ローカルの話やけど、持ち井戸の通りとかのって今言うてんのはあれなんですけどね、メインのあの商店街なんですけど、そういうの閉まるの早いですもんね。もう8時になったら閉まってませんか。仙台か。あ、車さん、こんばんは。お久しぶりです、こんばんは。あの、大阪弁モードで今日は喋ってます。いや、俺捨ててないって。だからこれ着てるし、丸いなんか映すからかな。こっちや、もうコテコテの大阪で行こうや。おもんな家やな。いや、おまお久しぶりです。あの、今関西帰ってきてるんで、あの大阪弁で喋ってます。あのだいぶ大阪弁も板についてきて。いや、板についてちゃうねんな。そう言うから捨ててる言われねんな。違うねん。こっちただの道やんね。ね。なんか丸い入るの悔しいな。ちょっと下にしよう。あ、ゴールデンウィーク京都。いいじゃないですか。京都、どんなとこ行くんですかね。観光巡りなんですかね。お寺とか。昨日京都行ってきたんですよ。友達のとこ行ってきて。あ、地元は高知なんですか。土佐弁じゃない方の方言。あ、もっとそのなんていうか、高知のある地域のローカルな方言。いいですね。高知、あの沢地料理、僕びっくりしたっていうか、沢地料理ちゃうんか、あのカツオのたたき、びっくりしたんですけど、あれ他の地域で食べてるの偽物ですね。あの僕高知へ、あのあれなんですよ、出張で行ったことあるんですけど、ちょっとあの何にも店選ばんと、とりあえずって言ってパッて入った店、めちゃくちゃうまかったですよ。あれほんま全然違う。カツオの風味がもう全然違う。ほんまにびっくりするわ。観光巡りなんですね。あ、観光巡りいいですね。ぜひぜひ。あのもし伏見稲荷さんとか行くんやったら、ちょっときついのは覚悟ですよ。山に登るのに、まず山に登る前に行列ありますからね。あれ、携帯灰皿どこ行ったんや。めっちゃ奥埋もれてるんかな。あ、あったあった。あ、京都3回目なんですね。そしたらもう結構メジャーなとかも回りましたね。金閣、銀閣とか、あの辺は。南禅寺とかね。豆腐食いたなときた。南禅寺豆腐うまいんですよね、あそこの近くの。めっちゃ高いけど。あ、御朱印集めで。あ、そういうことなんや。あー、なるほどなるほど。あ、そういう旅もいいですね。御朱印で、そういうことでしたか。もうだいぶ溜まったんですかね。じゃあもうちょっと離れるか。あ、もうじき一冊終わる。おお、
じゃあもうこの京都で一冊出来上がりですね、きっと。あ、そうや、それ聞こう。あの、終電はまだ行けます、まだ行けます。僕はあの御堂筋で一本なんですよ。でもなんかどっかこう離れたとこから、こう、あの、ここのとこ、こんな難波のそばでとかじゃなかったんで、ほんまに。それでちょっといつもダッシュダッシュばっかりで、ほんまに、あの、おかげでものすごい足、あの、カモシカの足になってきたんですけど、でもダッシュしてるからこの回になってくんねんな。あのね、車さんね、あの、鞍馬には行きました。貴船神社とか、あっちの方とか、あの、鞍馬寺とか、あっちの方行きました。僕ね、あの、カモシカ、そうですよ、もうほら、もうめっちゃカモシカでしょ、ほら、カモシカ。めっちゃカモシカ。で、泣くんかな、カモシカ。あ、行ってないんですか。僕ね、なんか鞍馬にね、すごい行きたかったんですよ。もうちょっと、日にち的にちょっと、鞍馬、ようか、あ、そうかそうか、うん、まあまあね、そう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 。あのね、鞍馬はね、あの、外国人観光客はほんまにあんまり理解、まだ行ってないのに、なんかこう、からか、あの、雰囲気がね、すごいある言うて、ものすごく聞いたんですよ。あの、それで俺もちょっと行ってみたいな思って、あの、タイ出る前にね、急になんか、あの、ごくごく親しい人が急にね、まあ2人なんですけどもね、急に言い出したんですよ。あの、何にも鞍馬の話とか関係ない話やのに、鞍馬ええんや言うて、それでね、俺もちょっと気になってて、ふふふふ、これですか、これですか、ここですか。はい、はい。これですよね、これですよね、これ。ですよね。危ない。しょうもないことしとったら、引かれるで。今日、運転免許の講習で言うとった。おじいちゃん、おばあちゃんは、周り気にせえへんから、ちゃんとドライバーが気ぃつけたってや、言うて。もう千人みたいな年なんやから、ほんま、周りの気ぃつけたってや、ほんまに。千人ですよ、もう。あ、車さん、ありがとうございます。すみません、こんなつまらん冗談ばっかり言うてて、すみません。あの、またよかったら、あの、ゆっくり来てください。今度はバンコクまたご案内しますんで。お、言うてる間ね、赤字や。ちょうどええぐらいに来た。お疲れさんです。おやすみなさい、車さん。またまた。っていうことで、俺もすみません、落ちますやな、そろそろ。さようならって声聞こえてくるようやな。よし、また高一に会いに行こう。もう一回同じ子に会ったら、もう今度携帯返してくれへんやろ。やばいっすよ、ほんまに。あ、トイレで歯のチェックしたいけど、携帯持って入るわけにいかんし。さあ、これで一本やんかもしれないでしょ。ですよ。あ、もう29分33やん。ということで、皆さんありがとうございます。もうお別れをあまりきっちり言うてる暇がなさそうなので、皆さんほんまにありがとうございました。またまた。じゃあ、それでは皆さん、どうもです。おやすみなさい。